本日は2019年4月の12日です。私はですね、今月2回目なんですけど、このまた東京ドームにやってきました。で今日は、巨人ヤクルト戦があるんですね。先発は巨人が菅野投手、ヤクルトは小川投手ということで、両エースがですね投げる試合になるかと思います。で今日はですね、また前回に引き続きまして、エキサイトシートの最前列を持ってるので一塁側ですね、1列目ということで、このチケットを使ってまた入るんですけど、実はですね今日、レプリカユニフォームをプレゼントしてくれるという試合なんです。で、まあ、それがあってちょっと今日またやってきたということなんですね。今年の2019年の、レプリカユニフォームを、配布される最初の試合ということで、今日はそのヤクルト戦を、観戦したいと思います。前回ね、非常に気持ちよく、勝利してくれたんですけども、今日も、いい試合になってくれればなというふうに思ってます。それでは行きたいと思います。もう開場されてますんでね、すでに、たくさんの方がもう入場されてるんじゃないかなと思いますし、また入場ゲートの方にもまだまだたくさんの方がねいらっしゃってるような状況で、非常に活気がある、東京ドームです。それでは行きます。またこのグルメストリートにやってきました、東京ドーム。で、まあ、たくさん B 級グルメみたいなのがざーっと並んでるんですけど、ピザーラだとか、いろいろね、バンビーズっていうのかな、並んでますけど、今日はあそこのね、本格タイ料理にしようかなと思ってます。で、本格タイ料理のどうしようかな、パッタイかなんかにしようかな、ちょっとあそこで買いたいと思います。セリーグから、そして東京からお互い熱い応援で、結局パッタイを買いました。どんどん生み出していきましょう。プロ野球盛り上げていきましょう。これですね、今シーズンも1年間どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。味はどうだろう。そしてビジョンに変わりまして、これはライトスタンド、今最前列のお客様、はい、ありがとうございます。コーラビジョン映っておりますよ。約1週間ぶり、本日は
球員さんはどうぞご着席ください。ありがとうございました。